え、お、あ、あれ、八神さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかな、お二人さん。何って、そんな。やっぱ帰るか、真冬。あの、木戸の件、その後どうでした。ああ、でもその前に二人、何してたのか聞きたいね。何って、星野くんが。あーと、誤解なんです。いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次、また頑張ろう。案外、まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね。私も聞いたことあります、森田検事生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると。少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時、せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな。あの、ちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん、なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権で恵美さんを死なせた人たちです。恵美さんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。